僕はジムと家を持たない、ジムがないプロボクサーです。目標は世界一です。まだ青くて拙い、脆くて足りない、小さくて弱くてどうしようもない、僕だ。もともと東京で夜の仕事しました。当時は自分に芯がなくてめちゃくちゃフラフラしてました。28歳の時にあるきっかけがあって、自分をすごく変えたいって思ったんですね。そっからすぐに仕事辞めて、人とのつながりも全部捨てて、で貯めてた貯金も切り崩して、ボクシングのために沖縄に移住しました。そのきっかけっていうのは、今映ってる長浜さんが沖縄でトレーナー活動をされるってことでした。もともと面識は全くなくて、僕はただのファンでした。トレーナー活動しますっていう発表を長浜さんの YouTube で見た瞬間に、沖縄行きのチケット取って、弟子入りを直談判させてもらいました。そんな長浜さんの指導のおかげもあって、すぐにプロのリングに上がることができました。昔の僕じゃ絶対に負けていたような相手にも、今回は勝つことができました。やっとスタートラインに立ったってところだったんですけど、ジムの会長と長浜さんの価値観が合わなくて、ジムを出ていくことになってしまったんですね。まずジムに住み込みしてたんで、住むところがなくなりました。で、初めの方なんかは大きな荷物背負って、宿とジムを探す毎日って感じでした。で、そんな中、一つのフィットネスジムが僕たちの状況を理解してくれて、受け入れてくれました。で、住まいは1泊800円のめちゃくちゃ破格のゲストハウスを見つけました。全てを失った状態から、やっと普通に練習ができるようになった今、底辺から必ず這い上がってやります。